加藤美優の全仏資格で日本テニス協会が見解を発表したがわざるを得ない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 テニスの全仏オープン女子ダブルス3回戦で、加藤美優、ザイマックスの返球したボールがボールパーソンに当たったことが危険行為とされ、賞金とポイントを募集されたことにについて、公益財団法人日本テニス協会が土橋俊久専務理事が以下の通り、公式コメントを発表した。加藤美優選手が、 困難な状況を乗り越え、全仏オーブンのミックスダブルスで優勝しました。日本テニス界にとっては、昨年の柴原 A 再選手に続く快挙です。加藤選手のプレー、そしてティムプッツ選手とのコンビネーションは、とても素晴らしく感動的でした。温かいご声援をいただいた日本中のファンの皆様には、心より感謝申し上げます。女子ダブルスで、 恋でない行動により失格となってしまったことは残念でしたが、同時に大会側が下した判断については、現行のルールの中では従わざるを得ないと感じています。ボールが当たってしまったボールパーソンの方には、心より見舞いを申し上げたいと思います。今回、ファンの皆様からいただいた様々なご意見を重く受け止め、 テニス界のさらなる発展のために引き続き努力してまいります。加藤側は大会側の判断を不服として提訴していたが却下された。またノバクジョコビッチ、セルビアが中心になって立ち上げたプロテニス選手協会 PTPA が加藤に対する処分は不当であり不公平と声明を出すなど、 大会側の曖昧な判断団基準と重すぎる処分に批判が集まっていた。テニス全仏オープン失格加藤選手のポイント賞金回復認められず、訴え却下。テニスの全仏オープンでボールガールにボールが当たり、失格となった加藤美宇選手が、失ったポイントと賞金の回復を求めていた訴えが却下されと自身の SNS で明かした。 加藤選手は15日、自身の SNS に英語で投稿し、全仏オープンでは罰金を課せられた上、賞金とポイントを獲得するためのアピールも却下されたので、私にできることは前を向くことだけです。と明らかにした。この問題は今月4日に行われた女子ダブルスの3回戦で、インドネシアのアルディラス・ウチャリ選手とペアを組んだ加藤選手が、 プレーの合間に相手側のコートに打ったボールがボールガールに当たったもので、この行為が危険行為とみなされ、加藤選手らは失格となって敗退、ポイントと賞金が没収された。この判定を不服とした加藤選手は、ポイントと賞金の回復を求めて提訴していた。加藤選手は、その後の混合ダブルスの試合で、次第大会で初優勝している。画像、時事。 国際取材部